はい、森香です。毎日外食生活というところでやっております。本日はあのお休みの日だったので、ちょっとあの普段だったら東京駅近郊で食べた情報をあげてるんですけれど、本郷三丁目駅にある <coughs> ラーメン屋さん、西野さん。食べログの評価3.89。まあ、だいぶ高いお店で、えっ、ー、と、ラーメンのお店中、中華そばっていうんですかね。えっ、ー、と、席数10席か。 で7時くらいに行ったんですけれどあの街は1人だけで、えーまあ、雨だったせいなのかわからないんですけれど、えー、意外と天の割には空いてるラーメン屋さんだったなと思います味的にはすごいうまいっすねあの中華そばと気になったんだけどさんしそばっていうのもあるみたいでそれはちょっと、えーまあ、初めての人は中華そばを頼んだ方がいいよみたいなふうに書いてあったんで あとちょっと食べてないんですけど、お腹がちょっとそこまで減ってなかったんで、肉ワンタンとかエビワンタンも非常にうまそうでした。で、マヨチャーシューご飯、なんか、えっ、ー、と、ラーメンとの相性は特に考えず、ゴロゴロしたチャーシューを入れてますみたいなキャッチコピーで、まあこれ食べたいんですけど、これも腹が減ってたら食いたいなというところですね。で中華そば自体はめちゃくちゃ優しい味で、 まあ、最近なんか食べログ上位の店中華そばの店が多いんですけど豚骨とかよりなんかまあ万人受けする女性にもえー、優しいような味で個人的にはち,ちょっとパンチが弱いかなと思いましたまあいつでも食べれる優しいラーメンっていう感じであとちょっとか風邪ひいてるのもあってそういう繊細な味が今日はちょっとよくわからない部分もあったんですけれどまあ近くにあったらうまうまいんで普通に。 行っちゃうなっていう感じのお店でまあトータルのクオリティは高いなというそういうラーメン屋さんでしたじゃあそんな感じでえっ、ー、とラーメンでした森香です